はい、皆さんこんばんは、ショーです。ということで本日なんですけれども、皆さん、お待たせしました、毎月恒例、限定ガシャ、予想でございます。他のプロデューサーからだって。はい、ということで、まあ、今日はね、ガチャの方なんですけれども、まあ、復刻の方来ていまして、まあ、こちら引こうかなと思うんですけど、見ていただいた通り僕本当に今月、まあ、ジエルが足りてないんでまあいつもはね10連でもしてるんですけど、復刻は正直ねチャマもあのタクミこっちの剣って持ってないんで欲しいんですけど、でこっちはリカ持ってないんでね欲しいんですけれども、まあちょっといやあのまあ引けないんですよね正直、勝手にあのもう60ガチャ以外は本当にってところなんですけれども、まああのね、まあそんなことは置いといて、今月何が来るのかと、3月31日15時から何のガチャが来るのかと、誰が来るのかと SSR というね予想を、させていただいております。まあこちら僕ね結構まあいつも毎月やってると思いますし、まあいつも見てくださるわかるんですけど、まあどっちか当たってますよね大体毎回。あの2人言ったらどっちか当たってるよねか、当たってない時ってもう誰も予想してなかった子が2人来るみたいな、まあ、どっちかのパターンなんですよね。はい。あの、僕、予想通りか、もう完全にプロデューサー全員が、わ、え、その子来んのみたいな。あの、限定リン3周目、ブライダルリン来た時はもう完全に僕外しましたよね。だってもう、あんな予想できないもん、3周目とか。はい、といったところなんですけど。まあ、とりあえず今回は、予想していきたいと思うんですけれども、まずですね、予想の形変えました。はい。というのも、もうここ最近なんですけど、あの来る属性の、その順繰りに来るそのね、あの周期っていうものが完全に乱されてしまったというか、いつもはだいたいそのキュートパッション来たら、まあパッションクールで、その後クールクールキュートで、また同じようにぐる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 回っていくわけなんですけれども、まあ、例えばですよ、まあそれがなくなってしまったんですよ。まあなんか去年なんて4ヶ月連続パッション来たとかっていう例もあったりとかしてね、本当にねパッション P が大変だったと思うんですけれども、まあ今年もまあどうなるかってところで、まあ一応3属性全部予想させていただきたいなというふうに思います。はい。のとあと3周目2周目の子を予想させていただきたいなと思います。両方、まあ、どっち来るかわからないっていうのが正直な話です僕は。まあだから各だから6人か6人に絞ります。だから僕は、予想候補、まあどれか当たってるでしょう間違いなく。はい、ということで、見ていきましょう。ってことで多分まあ間違いなく、まあ、僕が予想立てる時っていうのは、まあ、実装順見てと、あとどれぐらい時間経ってるかっていうのを見て、あのそのね登場してからどれぐらいで立ってるのかっていうのが見たりとかして、まあ、予想はしておるのですが、まずキュートからいきましょうか。3周目だった場合っていうのがもう結構3周目だったらかなり、もう出てるんですけれども、僕の予想は、間違いなくもうこれね、もう僕本当に申し訳ないんですけど、これはもう僕3周目でもしキュート来るんだったらもうこれだ、これこの子じゃないかなっていう確信はあります。佐久間真由ちゃんですね。はい。今絶賛イベントやってる、キラ満開スマイルですね、メンバーでございますと。でだけど報酬にはなっておりません。まあ、これははい、わかりましたね皆さん。はい。いやあのね、こういう追い打ちをかけるパターン多いんですよ最近運営。僕も可愛いメイクマイディ走って痛い目に遭いました。僕もあのユカ報酬になってないけど、月末限定 SSR ユカだったよみたいな、こういうパターンがねあるわけなんですけど、あとね、あとツインテールの風来てるからけど報酬になってないコッヒーを、ね、あの SSR で出すよみたいな、まあ、そういうえげつないこと最近運営してくるんで、あのありえる、十分ありえるんじゃないかなというふうに思いますと。まあいいじゃないかなと。3周目、まあ他の候補で言えばサイハンもありえるしってところなんですけれども、まあ間違いなくまあいいじゃないかなと思ってます。3周目はだった場合で、2周目だった場合はもうソロ来てほしいなっていう意味も込めて、ミレちゃんゆかりどちらかであって、で今日、モバの方でゆかりがガシャ更新できたんで、2周目だった場合僕はミレちゃんだと思います。はい。まあ、今のところモバで来て、モバ来た瞬にその来たばっかで、デレセの方にもまあじゃあ新しくガシャ来るパターン今のところはないんですよ。今後変わる可能性あるんですよね。てか今までそのなんだろう、あるパターン全て潰されてきてる中
まあ正直そのパターンはまだね、まだ守られてるんで、そう考えるとミレちゃんじゃないかなというふうに思います僕は。ってことでキュートは、ミレちゃんと、マイかな、どっちかじゃないかな、もしキュート来るならの話ですけれども、のどちらかじゃないかなと思います。じゃあクール行きましょうか。リンゴはもう来てる。でランコまだ来てないんですよね。ランコはだから十分あり得て、ランコ南フミカはまあ全然あるんじゃないかなっていうところなんですけれども、っていうのも、ランコ2周目が、来てたのがもう結構ね、もうブライダルだから2年、もう本当に2年近く、1年と10ヶ月経つのかな、おそらく、うーんぐらい経っちゃうんで、まあ、なんで、ランコありえるし、南も正直結構時間経ってますよね。あの夏の限定ガチャから、フミカもあのアニバーサリーガチャから時間経ってますから1年以上、まあ、この3人はありえるんですけれども、そのガチャのそのタイトルは、まあ、変わる可能性もあるんですよ。ガチャのタイトルって予想で言うと、あの先月ね、あのナイトタイムガチャじゃなかったみたいなパターンがあったように、あのキッズが今年はキッズガチャだったっていう、全く趣旨が変わってしまうことなんて全然あると思うんですけれども、とりあえず、まあ、毎年あるこのね、今来てる、放課後タイムガチャと制服があるガチャ、まあなんだろう、まあなんか、まあ、結局全員制服着てるじゃないですかね。でところで、まあ、制服を着てるってところで言うと、予想としてはですよ、まあランコじゃないかなと思うんですよ。っていうのは今残りの2人って、まあ、言っちゃうと大学生なんですよね。で、まあ、確かに南制服着てるカードはあるんですけど、まあ多分そうなってくるとコミュニティの話になってきちゃうんですけども、完全撮影の中での話になるでしかなくなっちゃう。あ、でもまあそれで言うコミでもありなのかな、どうなんだろう、南はそういう考えがありえるんだけど、あんまり僕フミカが制服を着てるイメージがあんまりなくて、僕はですよ、僕は。まあでもまあありえると思うんですけど、この中の3人だったらランコじゃないかなとは思ってます僕は。はい、もうランコ着ていいんじゃないかな。フェス限でもあったんですけど、先月フェス限で来なかった、まあ、次のフェス限かもしれないけど、ここでもありじゃないかなと思ってます僕は、ランコは。はい、3周目はでですよ、で、クールの2週目なんでございますけれども、はるなちゃんもういいんじゃないかなって、と、はじめちゃんかな、この2人ですね。もう2週目結構来てるんですよね、もうクールは結構来てる。でもうはるなちゃんはもう来てあげてほしい、正直。はるなちゃんめっちゃ実装されてから結構時間経ってるんですよね、もういいでしょうみたいな。でももう春菜ちゃん来てあげてほしいですね、ほんと。で、早く僕も見たいです、2周目のカード。っていう意味で期待を込めて、春菜ちゃんじゃないかなと思うんですけど、まあ、はじめちゃんも十分あり得るんですよね、総選挙で。その、上位取った、去年上位取った組、早く出しちゃおうみたいな。まあ、前回ゆずちゃん、前々回バレンタインゆずちゃんだったしってところで、まあ、この2人のどっちかでしょうね。はい、ってことで、ちょっとすみません、ここは3人で予想させていただきますけれども、ランコ、はじめちゃん、はるなちゃんですね、僕の予想は。はい、って感じでございますと。でパッションいきましょうか。パッションなんですけど、まあ、非常に僕はこれ自分で言いたくないんですけど、3周目だった場合っていうのは翔子愛子どっちかなんですよね。はい、で正直僕は期待を込めて愛子じゃなくて翔子で来てほしいなっていうのはマジで今月担当来られたら絶対引けないからね、もう本当にマジでっていうところもあるんですけど、まあ、そういう自分のね、自分の願望もあるっちゃあるんですけど、翔子が来るじゃないかなっていう可能性もあると思うんですよ。アンサーの CD が発表されたんで、まあそういう意味で言うと、まあ翔子来た方が、なんだろう、まあ盛り上がるだろうみたいな。あの、勝手なね、CD と関連した予想なんですけれども、まあ翔子じゃないかなと思ってますね、僕は。はい。まあ愛子もあり得ます、正直。で、2周目なんですけれども、ともえちゃんとか、かな？ともえちゃん、えみちゃん、さなえさんとかもまだ来てないんで、あやめちゃんとは来てないですけど、こん中だったらね、まあ、さっきの総選挙組で言うと、僕がともえかなと思うんですよ。ともえちゃんかなっていう、なんとなく、ふわっとした感の予想なんですけど、これは。あの、まあ、っていうのもあるし、この前 CD の、
発表があったので、ともえちゃんの、まあ、そういうのも込めて、まあ、その CD ブーストってわけじゃないんですけど、 CD 買ってねってわけじゃないと思うんですけど、まあそういう、ただそういうこと関連させていくのが企業じゃないのかなって、あのサイゲームズじゃないのかなと勝手に予想してるんですけど、僕は別にサイゲームズのこと僕は知ってるわけじゃないんですけれども、まあそんな感じじゃないかなと思います。僕はともえちゃんじゃないかなって思ってます。はい、まあそれを常にあの、まあ、一緒にねデレステの中で 全カードこうあの声つくんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、はい、まあデレステ内で声つくのが、まあ、声ついてない、なんかもう立ってますもんね。オトクラちゃんが一番最新なのかなって言っても、もうそれが 1年前なんで、まあもうソロもう総選挙組全員つけて、まあまあね、つけていいんじゃないかな、ちょっとつけてっていいんじゃないかなと思うんですけれども、はい、って感じでございます。ということで、以上が今回の、動画となりますね。はい、予想なので、まあ、誰が来るか分かんないし、まあ仮に4周目ぶっ込まれても、まあ正直もう僕は驚かないです。4週目の心構えも正直してます、僕は。はい、ということで、はい、今回の動画は以上となります。はい、4日後が怖いです。はいではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねっ。